はい、今日は心の訓練に関する7つの要点のテーマですね。はい、これは心の訓練という一つの修行のテーマがあるわけですが、これはいかに我々の心を実際に日々の修行とか日々の生活の中で変えていくかということですね。で、それはある意味ヨガにしろ仏教にしろ修行の中で一番大事なことともいい、それよりも修行全体がそこに集約しなきゃいけないわけですけどね。ただその心をいかに訓練するかということに焦点を合わせた修行がこの心の訓練という教えなんですね。基礎的菩提心って前回やりましたが、今回思考の菩提心。この思考の菩提心っていうのは空の教え、つまり一切は空であるっていう教えそのものですね。だからこれは思考の菩提心って書いてあるけど、空の知恵と言い換えてます。で、基礎的菩提心っていうのは一般に慈悲とか菩提心とか言われるやつ。真理ってのはこの二つに集約されるんですね。空の知恵と慈悲とか菩提心っていう教え。で、この思考の菩提心イコールその空の知恵だと。はい。まず最初に、堅固さを得ることで秘密が示されるとある。これはどういう意味かっていうと、堅固さって何かっていうと、その前に来る基礎的菩提心、慈悲の教えね。もうちょっと細かく言うと、この基礎的菩提心の最初の方を読んでみましょう。あらゆる問題はただ一つ、エゴのせいである。それを払いのけなさい。すべての衆生の大きな恩を思え。頓練、他者に幸福を与えることと他者の苦しみを受け取ることを交互に繰り返して主従せよ。ここら辺、つまりまずエゴ、自我意識ね。私はとか、私の幸福を追求したいとか、私のものだとか、私がこうしたいんだ、これがまずすべての問題、すべての苦の原因だって言い切っている。私がっていう気持ち自体が私を不幸にして、ラーマクリシュナの福音でも、私はいつ幸せになれるんでしょう、それは私を捨てた時だと。私を捨てた時に私は幸せになる。変な話はなんかねでもそうなんです。私って思い捨てた時に私は幸せになる。逆に言うと、この私って思いが我々は強すぎるから、あらゆる問題が起きる。つまりこのエゴっていうのを極力捨てて、逆にここに書いてある、他者に幸福を与える、そして他者の苦しみを受け取る、ひたすら人々の幸福を願い、逆に苦しみを受け取るっていうのは、つまり普通はね、自分が幸福でありたいから周りは不幸であってもいいっていう汚い心が我々の中には根付いてるんだけど、その逆、みんなの幸福のためには別に私がこうなってもいいぐらいの気持ちを訓練する。で、これは日々いろんな形で訓練するんですね。で、それは最初はなかなか難しい。今までずーっとエゴで生きてきたわけだから、それ逆転させないって言われたって、そんなできるもんじゃない。やっぱり自分を守ってしまう。でも、少しずつ少しずつやっていくことによって、やっぱり心ってのは変わっていくんです。心なんてものは、情報の集まりすぎない。心って向いても向いても本質がないんだ。心理学とかでも言うように、まず表層の意識があって、で、潜在意識がある。で、これは何層にもなってるんだ。例えば我々が普段いろいろ考えたり、私ってこういう性格なんて思ってるのは非常に表面的な部分だって。それをグッと探すと、自分でもよく気づかなかった深い意識が、それは自分も気づいてない煩悩があったり、すごい怒りがあったり、執着があったりする。で、じゃあそれをもっとめくると、より深い意識が。じゃあそれをめくると、もっと深い意識がある。で、それは全部偽物なんです。偽物っていうのは、情報によってできたんですね。情報によってっていうのは、例えば一例としては、テレビの情報。テレビの情報っていうのは、例えば恋愛のドラマを見て、その恋愛のドラマで恋愛してる主人公とかにハマっちゃって、ああいうのはいいな、ああいう恋愛したいな、あるいはその主人公の性格とかを追体験するような感じで、つまり本当は全然自分と関係ないのにそれが入ってきて自分がそういう感じになっちゃうとかね。これは一番軽いもんだ。で、そうじゃなくて、例えば小さい頃からいろんな人とのやり取りで、こういう時はこういう態度を取った方が私は自分を守れる、いろんな経験の積み重ねで本来の自分じゃないものっていうのがどん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 積み重なってる。で、この自分は本当の自分じゃない、この自分も本当の自分じゃない、だいぶ向いてこれが本当の自分かな、でもそれもかなり心の奥に根付いてる情報すぎる。そうやって向いてったらどうなのかっていうと、最後には何もなくなっちゃうんです。つまり本当の自分っていう、自分の心っていう中心があって、そこにいろんな経験や情報が巻きついてるんじゃなくて、何もないとこにただ情報があるだけ。だからコンピューターのデータみたいなもの。だから心って実体がない。だから逆に言うと、いかようにも変えられる。我々の意思次第。さっきも言ったように、普通は我々の意思とは関係なく、我々が経験してきた人生によって心ってのは作られた。で、それを意思によって変えることは十分可能なんだ。例えばすごい怒りっぽい人がいたとして、その人は根っから怒りっぽいってことはありえない。どっかから始まってるだけなんです。っていうことは、始まったものは変えられる。そんなものはいかようにも変えられる。だからひたすら心を変える訓練を地道に日々行う。で、それが堅固になった時、つまりそれが最初はエゴが出たり慈悲が出たりって感じだけど、だいぶ心がこの基礎的菩提心に書いてあるような慈悲の思いでだいぶ固められてきた。つまり自然に人の幸せを願えるようになりました。なんか人にひどいことされても相手を恨むことなく自然に感謝できるようになってきました。これが堅固さを得たという意味なんです。で、この時に秘密が示されるって書いてある。で、これは空の知恵、つまり一切は空ですよ、この世の正体は空と呼ばれる実体のない世界、それがこの世の正体ですよっていう本質が明らかにされる。つまり慈悲が固まってきた人の知恵が自然に開いていく。だからもう一回言うけども、真理っていうのは二つある。慈悲の教えと空の知恵の教え。で、二
通はこの二つっていうのはバラバラに考えられて、じゃあ慈悲を高めましょう。で、空の知恵も高めましょう。これはこれでいいんだけど、私は空の知恵を得たいんだ。いろんな空に関する本を読んだりとか、うん、空だとか言って瞑想するよりは、一番本当は手っ取り早いのは、慈悲を固めること。慈悲が固まった時に、自然に空の知恵が開かれる。これがここの教えだね。だからまずは、徹底的に慈悲の教え、菩提心の教えを自分の心を根付かせる訓練を日々やらなければいけない。それによって、空の知恵を悟る目がだんだん開いてくるってことですね。だから、いろんなタイプがあって、例えばこの空の知恵にすごく興味がある人の場合、あまり例えば慈悲とかも力が入らない人が多い、ね。私はそういう人間的なことは興味がないんですと。空を悟りたいんですという人がいるわけだけど、空だ空だって言ってもそれはあまり近道にはならない。空っていうのは人間を超えた世界だから。で、我々が空だ空だって言ってるのは全て人間の世界だから。人間の世界からそれをぶち破って人間を超えた世界に行くことはなかなか難しいの。つまり階段を登ってその階段の一番上にあるわけじゃないんです。全然違うところにあるから、何かの強烈な世界のチェンジがなければ。で、そのスイッチを押してくれるのが、実は全く関係ないように思える慈悲なんです。慈悲っていうのは一切は空であるっていうのとはなんか関係がないように思う。でも実際はそれがスイッチになる。これが我々の心に満たされた時、このスイッチが入る。で、その空の知恵っていうのはだんだんこう明らかになってくるということですね。はい。すべての存在は夢のごとくであると捉える。これは我々が本当に空というものを悟り始めたら、そういう風になってくるんだけど、同時に我々がまだそこまで行ってなくても、普段からそういう見方をするというね、これも一つの心の訓練です。これはね、世界の見方って色々あるんですね。だからそれは好きなのやっていいです。例えばここでよく言ってるのは、すべては神の愛だって見方あるよね。この世の現象ってのはすべて神の愛なんだと。だから完全なんだと。あるいは別パターンとしては、すべては神だっていう見方はね。で、ここで書いてあるのは夢のごとくであると捉える。これも一つのとてもいいややり方で、これ皆さんたまにやってみるといいかもしれない。私もたまにやるけど、これ夢だって考えます。本当はそう思っちゃダメだよ。本気で、あ、夢だと思っちゃって、夢だから会社行かなくていいかとかなっちゃったらダメですよ。片方の頭では夢じゃないけどって思ってるけど、でも半分、あ、これ夢だっていう感情を持つんだ。実際そうなんだけどね。実際そうっていうのは、我々の夢っていうのも心が作り出した妄想でしょ。で、この現実世界も心が作り出した妄想だから、で、意識的にそういう風に見る訓練をする。これ夢だって、そういう見方をする。さっきいろんなこと言ったけど、いくつかは複合的に同時に実践をできる。例えば一切は神の愛だと見ながら、一切は幻だって同時に見ることもできる。その思いを持続させなさいってことですね。これは一つのいい訓練のやり方だね。はい。で、不詳なる名地のありさまを分析せよ。これはとても難しい話だね。不詳なる名地のありさま、つまりこれはもう悟りの世界です。名地っていうのは、普通我々は経験によって、心に蓄積された情報によって、それを当てはめて見てるんだけど、全く当てはめない状態が名地です。それは経験関係ない、ありのままにこの世を見た状態が名地です。でも我々はそれをまだ経験していない。だから名地とか言われてもよくわからない。だからこの辺もまだ間違ってはいるだろうけど、イメージで構いません。もしこれをやる場合は、ね、つまり不詳なる名地っていうのは、不詳ってのはつまり人間を超えている。全ては生まれては消えている。始まっては終わる。これが我々の世界。で、この名地っていう状態っていうのは、その人間を超えた状態。過去も現在も未来もない。生まれることも死ぬことも。私、前、インドを一人旅した時に、バラナシのガンジス川で瞑想してて、あることを悟ったこと。過去というのは、過ぎ去ったものだ。よって実態はない。過去って過ぎ去ってんだから何の意味もない。未来っていうのは、まだ来ていない。だから何の意味もない。実態がない。現在っていうのは、過ぎ去る。よって意味がない。っていう悟り。過去は終わってる。未来はまだ来てない。現在は過ぎ去る。あ、過去も現在も未来も意味がないという境地に達した時に、それを超えた何かが、これは一つの例だけど、そういった二元性を超えた世界入り口みたいなのがある。それをまだ皆さんはイメージだけでもいい。もしくは皆さんが瞑想した時に、もうちょっとでもその入り口みたいなところに触れた経験があるとしたら、それを当てはめる感じでも。とにかくこの二元の世界を超えた名地、ありのままにこの世を見た時の、この世の本質みたいなもの、それを分析せよ。で、それを哲学的に分析するやり方もあるんだけど、私はあまり哲学的にはやらない方がいいんじゃないかと思う。仏教の伝統では空の哲学っていうのを徹底的に勉強させるんだけど、私の個人的見解ではあんまりそれやってもしょうがないっていうか、逆に邪魔になることすらあります。空とはこうでこうでこうでっていうのがあんまり入ってると、本当のその悟りの障害となる場合すらある。だから大まかには知っておく必要あるんだけど、あまり哲学的な追求はやりすぎない方がいい。はい、次に、対抗手段である空の知恵自体もあるがままに解き放つ。この辺もちょっと難しいね。さらっと説明するけど、空の知恵、一切は空である。この考え自体も邪魔になる場合もある。それはこの一切は空であるという考えも空なんだっていう風に見なきゃいけない。まあ、この辺はさらっと過ぎましょうね。道そのものも空所のままに置く。これも同じです。空を悟る道に励むわけだけど、それも空なんです。でもこの辺はあんまり考えすぎない方がいい。え、どういうことだろう？道も空？どうやってるよりは、日々修行した方がいいです。日々の形ある修行した方が、実際に空に近づきます。ただ、頭の片隅にこれを置いといたらいい。つまり、そこで引っかかっちゃう人がいるんだ。いいとこまで来てるんだけど、空っていう概念に囚われちゃって、そこから進まなくなっちゃうという場合があるから、この支障を片隅に置いといたらいい。
はい。で、瞑想と瞑想の合間にあるときは現実のようである。これはどういうことかっていうと、瞑想と瞑想の合間っていうのは、つまり一番理想的なのはさ、日常生活で普通の生活を送りながら一切空だと悟る。これは最高なんだけど、最初はそんなとこまでいかない。最初は瞑想して非常にいい状態になった時にその空の知恵みたいに悟るの。でも瞑想から覚めるとやっぱり普通の意識に戻っちゃう。だって人間の世界に戻るわけ。で、それはまずしょうがないんだけど、でも現実のようである。現実のようであるってどういうことかっていうと、現実視っていうのはよくね、ヨガとか仏教とかの例えでこの現実視って出てくる。現実視って魔術師みたいな人で幻を作り出す人です。こういう例えがよく出てくるから、本当にインドってそういう人いっぱいいたのかもしれない。魔術師みたいな人がいて、わーって幻を作るような、いわゆる種や仕掛けがある魔術師さんじゃなくて、本当の魔術師さんみたいな人がいたのかもしれない。なぜこの現実視って例えが出されてるかっていうと、その現実視、魔術師みたいな人がいるとしてね、例えばですよ、じゃあ象の幻を出したとする。象の幻をバーって出しました。そうするとそこにいるみんなは大変驚く。うわーキャーと、象が現れた、助けてと、あるいは虎を出す。そうするとみんなうわーって驚く。でも魔術師はどうですか？絶対驚かないでしょ。だって自分が作ったんだから幻だって分かって、でみんなは本物だって信じてすごいパニック。つまり現実師っていうのは、その虎や象をちゃんと自分の目で見ていながら、幻なんだよね、全く安心しきって、そういう感覚で生きなさい。つまり瞑想から覚めたら空の状態にはいられないんです。だって人々と会話したり普通にいろんなこと考えたりしないけど、だから空の状態にいられないんだけど、全て幻であるという意識を忘れないようにしなさい。そうでないと我々は取り込まれます。この人間の世界。取り込まれるんだ。だんだん取り込まれてくるんだね。例えば、一切は空であると悟りがあったとして、瞑想から覚めました。で、例えば、私が瞑想したとして、チコさんが、ケーキできました。味見してくださいとか言ってきたんですけど、全ては幻であると。ケーキも幻だって。早く来てください。うるせえなとか、ちょっと稼ぎるときやすい。そうすると、過去の記憶が蘇ってきて、昨日もチキトが信用してるのに、こんなこと言ってきて、いつもそうなんだよなとか、だんだんその幻は実体する方向に来るんです。いつの間にかそれ以外のことも実体として自分に迫ってきて、気づいたら、一切幻だって見方がすっ飛んで、完全にこの現実の中に取り込まれちゃう。だからそれを一生懸命追いやって、一切は幻だっていう感覚を持続させなきゃ。でそれに成功したら、いろんな感情にあまり左右されなくなります。何があるとも幻だから。さっき言った魔術師が虎を出しても虎を恐れないように、何が起きたって幻だから。何が成功しようが失敗しようが、いいことがあろうが悪いことがあろうが、全部幻ようなもんだ。その意識を持ち続けられたら OK。 これはだから戦いになるね。その意識を持ち続けられるか、普段の感情に負けてしまうか。でも一生懸命努力して、一切は幻だっていう見方を持続させるようにしなさい。これはだから皆さんも今の段階でもやってみていいと。はい。この一節は非常に難しいところで、最後のところを言ってる部分ですからね。はい。この逆境を悟りの道で変えるっていうのは、序文の方でも出てきて、前にも説明したと思いますが、ここで言う逆境っていうのは、二つあります。二つっていうのは、個人的な意味と時代的な意味。まず個人的な意味で言うと、当然我々はカルマというのを左右されて生きてるので、いい時もある、悪い時もある、あるいは逆境に追い込まれる時もある。あるいは人によっては、一生逆境ばかりっていう人もあるかもしれない。ちょっと話が変わるけど、先生術っていうのあるけども、西洋先生術とインド先生術ってあるけど、西洋先生術だと、グランドクロスって言って、一般的には最悪です。しかしこれを乗り越えると最高になる。つまりその人の人生は逆境の連続なんだが、乗り越えたら大変な力の持ち主。でここまで言って言うのは恥ずかしいけど、私はこれがある。でこのグランドクラスの説明でも分かるように、逆境っていうのは悪いもんだよ。つまり乗り越えた時にそれが最高になる。で逆のパターンがあって、今のグランドクラスと逆でグランドトラインってあるんです。これはすごい幸せな人生で、私見た中で一番すごかったのが、これ私の昔の知り合いなんだけど、三角形が2つ六芒星みたいな形になってる人がいて、お金持ちの娘さんで、で何やってもうまくいくんです。その人の人生を見てる、全てがうまくいく。ただし私がいろんな人見てきた中では、そのような素晴らしいいい配置を持ってる人ってあまり成長しません。だから何がいいかってちょっと分かんないとか、つまりいい人生になるがゆえにあまり成長しないで終わってしまう。性格的にはちょっと悪くなってしまうときさ、その甘えた環境によって、ね、何がいいかよく分からない。もちろん逆境が必ずしもいいとも限らないよ。逆境によって心がねじくれてしまう人ももちろんいるから、それは人それぞれなんだけど、でも修行者にとっては絶対逆境の方がいい。逆に言うと逆境がないと修行できない。順境で修行できる人の方が逆にすごいです。で、ほんわかした全てがうまくいってる中で、俺はもっと頑張るぜできる人は相当な人です。つまり我々は怠け者だから逆境にならないとダメなんだ。逆境になって、あー苦しい、もう逃げ道がない、修行するしかないんですよ、こうなってボロボロになって乗り越えないとなかなかいろんなものを乗り越えられない。だから個人的な意味で逆境ってのはとても素晴らしい。修行してるとさ、そういう時期が来る時もあります。つまり全てが逆境になる。でそれははっきり言うと最高のチャンス。一般的に言うと非常に不運な時期なんだけど、修行者にとっては最高のチャンス。私も昔そういう時期があって、何をやってもうまくいく。
全てが裏面で精神的にもボロボロの状態だったんだけど、ある時もう行くとこまで行ったような時に占いを見たんです。私あんまり自分の占いって見ないんだけど、その時ほんのたまたま何気なく滅多に見ない占いを見たんです。そしたら1年で最悪の日ですって。でこれを見た時にガラッと私の心チェンジしたんです。それまでは本当にひたすら逆境の連続で、あ苦しい苦しい感じだったのが、占い見たら最悪ですとか出た時にもう笑っちゃったっていうか開き直ったと。そうだ、開き直ったっていうのがいいかもしれない。修行者って開き直りが大事です。逃げ道を用意したりとか恐る恐るやってるとなかなかうまくいかない。開き直りが大事。例えば猛獣がやってきてあーとかやってるよりは、もう俺を食うなら食えぐらいの感じで開き直る心が大事です。そうすると世界が変わります。逆境が全て自分を高めてくれるものに変わってしまうの。で私もそうで、本当に心から、あ1年で一番最悪の日ということは今日一番修行が進む日だと思えたの。で不思議なことになんだけど、その日から私の逆境が終わってしまったの。バーっていろんな苦しいことが起きなくなっちゃった。つまりそれは一つ乗り越えて何かが上がったわけだけど、苦しみってさ、私その時思ったんだけど、影みたいなところ、ね、影っていうのは逃げると追っかけてくる。つまりバカな人がいてさ、なんだこの黒いのはって言ってあーって逃げてどんどん追っかけてくる。でも逃げるのをやめるとどうなりますか。ふっとやめると影も止まって、逆に影を追いかけるとどうなるか。影の方が逃げてくる。つまり自ら苦しみを追求するぐらいの気持ちになると苦しみから逃げていく。あれどこ行ったんですか苦しみは、みたいな感じ。人間の心の仕組みから言ってもそうなのね。人間ってもちろんできるだけ苦しみたくないって思って、そこにある種の苦しみが来るとうわー苦しいってなる。例えば数字にはできないけど、苦しみたくない苦しみたくないと、1すら苦しみたくない、 0.5 すら苦しみたくない、こう言ってる人に5の苦しみが来たらもうこの世は終わったぐらいになる。でもそうじゃなくて逆に苦しみ来いと、10来いと、10来いって言ってる人に5が来たら、えそれがどうかしたんですかってなるのね。これは覚悟の違いだ。逆境は私の修行を最高進めてくれるチャンスなんだ。覚悟を決める、それはまさに望むべきことなんだ。今こういう話をして皆さん、そうなんだすごいな、でも私は無理だなと思ってる人もいるかもしれないし、頑張ろうと思う人もいるかもしれないけど、これは一つの真実です。だからぜひ皆さん、逆境を乗り越えるっていうよりは逆境を自分で追い求めるぐらいの強い気持ちを身につけてほしい。実際のプロセスとしては、普通は修行してるとカルマの浄化が起きる時あります。つまり自然に自分の中に蓄えられてた悪業が減少化しだして、いろんなことがうまくいかなくなったり、いろんな苦しみがやってきたりする。でそこで仏教ではニンニク耐えなさいと言って、でその耐えるっていうのはさっきも言ったように、できれば苦しみ終わってほしいな、でもしょうがない浄化だから耐えようっていう段階なんだ。でこれはこれで段階としてはいいんだけど、でもこれが極限に達するとガラッと心が開きになる時、つまりできれば終わってほしいけど耐えますじゃなくて、さあ私から逆境を追い求めましょうと、こんなもんでいいんですかと、もっともっと私は逆境に突っ込んでいきたいぐらいの気持ちが出てくる。そうなると世界もガラッと変わります。でそれは自然な流れでそうなってくるんだけど、でも皆さんもし何も知らず修行して自然な流れでなるのは多分結構時間かかります。なぜかというと、ニンニクの段階で何度も失敗するか、失敗するっていうのは耐えられなくなる、耐えられなくなって放棄してしまったり、あれ悪いことやっちゃったり、修行をやめてしまったりとか、でこれで何度も何度も停滞がある。だから今こういう話を皆さんが聞くことはとても利益になります。最初からそれを分かってたら逃げることも少なくなります。だからまだ今そこまで行ってなかったとしても、そういう気持ちを持とうっていうことは心の片隅に置いといたら、逆境こそが私の修行を進めてくる、いや逆境がないと私の修行は進まないっていうぐらいの気持ちなんです。皆さんいろいろ日々仕事したり、あるいは友人関係とかでいろんなことがあると思う。それをどう見るかっていう問題があって、例えば何でもかんでも不満を言う人っているよ、ね、何でもかんでも不満を言う人って、例えば全部それ解決してあげたとするよ、でも絶対不満言います。つまりその人の世界がもうどこにいても不満を作り出すような世界でしかなくなった。だから意識的にこの世を利益のある見方で見る訓練です。特に逆境とか苦難とか言われるものをどう変容するか、でその変容次第で全ては自分の修行を進めてくれるものになるんです。でさっきからずっと言ってるように、強烈な逆境こそが我々の悟りを深めるものすごい起爆剤になる。これをしっかりと変容した時にものすごい修行するなら、逆境こそありがたい。これを考えると、この人生におけるいろんな苦悩っていうものが逆に苦悩じゃなくなってくる。でも自分のカルマがバーッと吹き出したりしてて、もうどうしようもない時とか、でもその時こそがチャンスだって考える。逆に言うと逆境をうまく逃げる方法もある。でもそれをやってしまうともったいないんです。でそこで逆境のシーズンが終わったとするよ、ああもったいなかった、次それいつ来るかわからない、せっかく修行進むチャンスだったの、こういう気持ちになる。だから私に自然に生じてくる様々な苦悩や災難、逆境、失敗、それはまさに私の修行進める宝物なんです。神からのプレゼント。そういう意識を持って普段教えを学んでる、その教えをフル稼働して知恵によって変容していく、これが個人的な日々我々がやるべきことですね。そしてもう一つ、時代的な意味っていうのは、これはヨガでも仏教でも現代、今の我々が生きている時代はカーリーユガ、暗黒の時代って言ってる、一番悪い時代なんですね。でこの時代っていうのは真理とか善っていうのはすごく少なくなって、で悪で満ち溢れる。だから修行も非常にしづらいし、もちろん犯罪も多いし、でいろんな嫌なことがいっぱい起
きる時代だって言われてます。だからこれは個人的な浄化とかそういうレベルの話じゃなくて、この世界そのものがちょっとひどい時代になってる。で、この時代こそさっきの話を当てはめると一番いい時代だってなる。一般的には暗黒の時代、カーレイユーが、ああ、悪い時代に生まれたねってなるんだけど、この逆境こそ一番いいんだって考えからいくと、なんていい時代に生まれたんだって、最も修行が進むと。我々に強い決意と知恵さえあれば、この時代っていうのは最高の時代であるっていう風になる。はい、そしてその後の2行っていうのは逆境の乗り越え方の一つのパターンなんですね。でこれは実際にはケースバイケース、いろんなパターンで逆境は乗り越えなきゃいけません。しかしここにはオーソドックスな2つの方法論が書かれている。まず最初が、どんな状況にあろうともすぐに菩提心を拠り所として他の修行の幸福について実行してください。はい、これが簡単に言うと逆境を乗り越える一つの方法です。つまりどんな状況になろうともですよ、自分が幸せだろうが苦しかろうが、周りの人が優しかろうが、あるいは敵になろうが、どんな状況にあろうとも菩提心、つまり人々幸福を願い、そのために私は生きてるんだという気持ちを持って他の修行の幸福について実行してください。つまりどんな状況でも目の前の人々の幸福を考えなさいと。で逆に自己のエゴの破壊、エゴを滅することを考えなさい。これによって逆境が逆境じゃなくなります。逆境が自分の修行を進めてくれるプレゼントに変わります。これだから一つの秘訣です。どうしてなんですかっていう問題じゃないんだね。これはね、秘訣なんです。よくわかんないかもしれないけどやってみなさいってことです。特に逆境に陥った時こそ人々の幸福を考え、自我を破壊していくことを考える。これは一つ秘訣。はい、そして次が4つの家業という優れた手法を取る。4つの家業っていうのは、1つは功徳を積むことです。で、2番目が悪業を滅することです。3番目は自分の師匠やブッダや神に対して供養を行うことです。で、4番目が障害を与えるような、つまり逆境を与えるような悪魔に対して供養するってもの。これはね、対処的な話ではないんだよね。さっきから言ってたのは対処療法的な話だよね。ぐーっと逆境が来た時に、じゃあそれを全て慈悲によってみなさい、これ対処療法でしょ。じゃなくて逆境を全て転換してしまうために普段からやるべきことが今言ったこの4つです。一つ説明すると、まずはしっかり功徳をする。ひたすら徳を積み続ける。当然その徳の力が我々が逆境を乗り越えるパワーになります。つまりね、教えだけじゃダメなんだね。結局は、例えば今私が言った逆境というのは素晴らしいんだよ、逆境というのは我々の修行を進めるプレゼントなんだよっていうことは皆さんが頭に入れてたとしても、徳がなかったら現実的には無理です。徳がなかったら心が強くなれません。あるいは乗り越えるだけのパワーがない。よって徳は徹底的に積み続ける必要がある。ただ現代で徳っていうととても難しいんだけど、仏教ではオーソドックスに財政、無為政、法政っていうのが言われてるね。簡単に言うと財政っていうのは、例えば貧しい人に食べ物とかお金とかを恵んだりとか、あるいは自分の師匠とかブッダにお金や物品を布施したりとか、これが財政だね。で、無為政っていうやつは苦しんでる悩んでる人の話を聞いてあげる、相談に乗ってあげる。3番目は法政、これはストレートに真理を説く、つまりカルマの法則とか、あるいは様々な要が仏教で説かれてる教えを説く。で、できれば説くだけじゃなくて人々の修行させ、それによってその人を本当の意味の幸福に導いてやる、これが法政。でもこの3つのカテゴリーだけじゃなくて、簡単に言うと人を幸福にすること、これが大雑把に言うと徳になると言っても、徳ってのはつまり良いカルマのこと。これがないとどんなに理想が高くても逆境を乗り越えるだけのパワーがない。これが1つですね。そして2番目が悪語の浄化、これは徳と逆です。まずね、悪語があると否定的になります。で、暗くなります。で、さっきの徳と逆で逆境を乗り越えるだけのパワーがなくなります。で、逆に逆境に巻き込まれてどんどん心が腐っていくという、つまり逆境そのものは善でも悪でもない。我々を聖者にもしてくれるが、逆にひどい状態にもしてくれる。で、それは教えによってそこは乗り越えるんだけど、でも教えだけじゃダメな、強烈に徳があって、で、悪語が少ない状態じゃないと現実的には非常に難しい。よって準備として徹底的に徳を積む、徹底的に悪を滅するというのをしない。で、それの一番いいのは日々残業する、戒律を守る。これをすることによって自分の悪業っていうのを極力小さくしていって、本格的なカルマ落としとか浄化とか逆境とか来る前に、小さないろんな日々の苦しいこと、それは自分のカルマが浄化されてるんだと思って耐えると。これによって自分の悪業を浄化していくプロセスが必要なんだ。で、3番目がさっきの不正とも関わるけども供養、これは自分の死やブッダや神とのパイプ作り、瞑想で供養したり、瞑想って座ってる時の瞑想もあるけど、日々全てを供養と考える。道歩いてて綺麗な景色があったら、あ、これは神に供養してますね。美味しいものを食べたらこの美味しさを供養します。もう何でも供物と考える、これはイメージ的な供養で、そうじゃなくて実際の物品とかの供養でもいいけど、あるいは奉仕、奉仕って自分の肉体とか時間とかの供養になる。とにかくいろんな意味で供養を日々する。これは徳を積むっていうのもそうなんだけど、それ以上にパイプを強める、自分と神、自分と師匠、自分とブッダ、自分を守ってくれる存在との絆を強める。私の経験から言うと、これはとても大事なこと、命綱みたいなもんだ。これだけは絶対に強めてた方がいいです。修行の中でいろんなことがあるけど、一番大事なのはこの師やブッダや神との命綱を強めるということ。なぜかというと我々は無知だから何度も失敗するんです。間違った道に入ることがたくさんある。そのた
ために間違った悪を積んじゃったり、そのぐらい日常茶飯事。でもこの絆がしっかりしてると絶対救われます。つまり我々は無知だから盲目なんです。修行っていう山道を盲目のまま登ってる。で、知恵がある人は盲目でもルートが分かっていてうまくいけるんだけど、我々は無知だから適当に歩いちゃってすぐに足を踏み外す。でも命綱があるから大丈夫。これがどれだけ強いかだ。これが供養ですね。で、4番目がちょっと変わってるんだけど、前の供養。これはね、実際に魔的な存在っていうのは存在する。それはエネルギーであったり、あるいは霊的な存在であったり、いろんな意味で魔的な存在っているんだ。で、それが特に修行者の修行を邪魔しに来るんだ。これに対してどうするかって問題なんだ。で、この伝統では供養って言われてるんだけど、でも実際は供養だけじゃない。いくつか挙げるとすると、一つはマントラってある。マントラで強力なのはバジラサットバです。バジラサットバのマントラ、もし皆さん知ってたら、それを唱えるのは一つ一個です。で、次に2番目として、キエ。自分の師匠とか、自分の好きな神とか、あるいはブッダのことを強く念じる。つまり、聖なるものへのキエによって、その魔的なものを打ち破る。で、3つ目は、慈悲です。この慈悲ってのは強力です。これも私の経験で言うとね、ある時、魔的なものと遭遇した時、最初、ちょっと自分の中で恐怖が。で、次に私は戦おうとして、でもそこでハッとして、よく考えたら、私は菩薩の道を歩もうとしてると。菩薩の道っていうのは、すべての生き物を悟らせ、救い、幸福にする道だと。その観点から言うと、悪魔って、かわいそうなやつなんです。魔っていう存在にハマっちゃって苦しんでる存在なんです。つまり自分が恐れたり戦う相手じゃない、救う相手なんです。でそういう意識になって、あ、かわいそうだと、さあどんな魔でも来いと、私が救ってやるって思ったら魔が消えてった。だから慈悲っていう気持ちもすごく強力です。で、4番目にさっき言った供養っていうのもある。この供養っていうのは伝統的にはチベットでは中の瞑想ってある。これも私の経験を言うと、私がそういう経験をしたのは実はもう結構そういう魔との戦いをたくさんして、もうだいぶ魔に対して余裕ができてたことがあったんだ。で、その時にあるとこで私が寝てたら、寝てたっていうか寝入り花っていうかに魔が窓から入ってきた。昔の私だったら恐怖するか戦おうとするかしてたんだけど、その時はすごい余裕があったっていうか。で、何をしたかっていうと、あ、よく来たなと、私のことが欲しいんだったらあげるよと、自分の体を瞑想でわらわらの景気抱いてほらって渡して、したらその2匹がたじろぎ出した。なんかうろたえ出して窓から逃げてったってなって、これは中の瞑想なんだね。いや、だから修行してて自然に魔に襲われた時に、私が今言ったようなことを思い出して、そのいずれかをやってみるっていいけど、ただ前の供養、これを皆さんが付け焼き場でやるのは危険です。魔に飲み込まれる可能性があるから、わざわざやることはない。だからこの4番目っていうのはあんまり考えなくて、はい。だからまとめると、この4つ、日々徹底的に徳を積む。徹底的に悪を浄化する。そして徹底的に供養。そして、プラスアルファとして、前の供養。これを日々土台として積み上げていくことによって、結果的に様々な逆境がやってきた時に、それを乗り越えるだけのパワーがつきます。